クアラルンプールを旅しているハルです。今回は JW マリオットクアラルンプールに宿泊していきます。通常だったらば、もう私はもう絶対に泊まれないであろう、もう超高級なホテルなんですけども、マレーシアはマリオット系列のホテルをかなりね割安で泊まることができるんです。今回泊まるこの JW マリオットクアラルンプール、なんと1泊1万5000ポイントから宿泊ができるんですね。しかも隣には大きいショッピングモールが隣接されていて、目の前にはマレーシア最大級のパビリオンっていう、まあ、超ねここに高級店がたくさん並んでるんですけども、まあこういうすごいショップに囲まれてすごい立地に立っている JW マリオット、隅から隅まで、本当に隅から隅まで楽しんでいこうと思います。ぜひ行った気分で最後まで楽しんでください。それではレッツゴー。JW マリオットクアラルンプールはこのスターヒルギャラリーというショッピングモールと隣接しているそうです。それでは中見に行ってみましょう。もう天井の飾りがめちゃくちゃかっこいい。ホテルに入って右側はもう超高級ショップ街というような感じですね。で左に行くとチェックインロビーになります。すごいロビーが広いですね。やはりもうこのお値段、このポイント数で泊まれるのでかなりのお客さんが多いそうですよ。こちらがエレベーターです。エレベーターから見る外の景色もすごく素敵ですね。この大理石を存分に使ってる感じがまた高級感をしっかりと出しています。はい、ではお部屋に到着しました。今回もアップグレードいただきまして、一番安いお部屋からジュニアスイートへのアップグレードになりました。それではお部屋ご紹介していきます。はい、それでは玄関入りましたのでお部屋ご紹介していきます。廊下が長いな。この辺りから行きましょう。はい、行きます。せーの、じゃじゃーん。なんとリビングルームがついておりました。広いよっしゃ。しかも見てください、この廊下の長さを。しかもどこの高級ホテルだって感じですよ。 JW マリオットです。素晴らしい。この鏡もめちゃくちゃでかい。なんじゃこりゃ。それなんで今日は無印で買った、ジーンズに180円でバリ島で買ったトップスを着ております。めちゃくちゃ着心地がいいです。いやー、リビングルーム嬉しいなー。で、ここのビューもすごいんですよ。見てください、このマレーシアのシティのビル群。そして目の前にあるのはマレーシア最大級のショッピングモール、パビリオンです。JW の入り口がちょうどここの下なんですけど、目の前がロレックス、ティファニー、セリーン、なんだこれは、もうなんかすごい高そうなブランドがたくさんあります。ここの液晶っていうんでしょうか、これがすごくね面白いんですよ。ずっと見ていられる感じです。東京にもありますよね、このなんか浮き出て見えるような液晶。それと似てますね。噴水があったりとか。ここに座ってみるとこういう感じでマレーシアのシティが見渡せちゃいます。いいですね、このお部屋。このビル高いな。パビリオンは店舗が550店舗以上あるそうなので、ここでも隣接してるのかもしれないです。わー、嬉しいな。ほんとマレーシアのマリオット系列のホテル半端ない、安いのに半端ないと聞いていたので、もう確かに安くて半端ないです。1万5000ポイントでこの部屋に泊まれるのはやばすぎると思います。テレビもでかいなー。で、書斎もしっかりありますね。
そして机の上にはウェルカムギフトが置いてありました。こちらはフルーツ盛り、おお、置物のように綺麗なフルーツですね。でこちらカップケーキ、嬉しい。ちょっとお腹空いたんで、お腹空いたんで1個いただこうかな。いただきます。スポンジがしっとりしてて、このバタークリームがとろけててすごい美味しい。これなんだろうな。うわ、すごい。めっちゃ濃厚なチーズクリームが中に入ってました。シュークリームみたいな感じですね。そしてこの、そしてこのチョコレートタルトかな。いただきます。めっちゃ濃厚やこれ。もう咀嚼をするのが難しいぐらい濃厚です。コーヒー飲みたくなってきちゃった。はい、でここにコーヒーマシンがあります。めちゃめちゃかっちょいいマシンですね。で、カップが6個あるのと、イングリッシュブレックファースト、お煎茶がある、嬉しい。え、なにこれ、ゴールドブレンド、なんかめっちゃ高そうな紅茶出てきました。お茶かな、でも特級紅茶って書いてる。これちょっと気になる、ね、コーヒーここで飲んでもいいんですけど、実はラウンジがあるんですよこのホテルなので、お部屋紹介が終わったらそちらにコーヒー飲みに行こうと思います。いや楽しいな。お、冷蔵庫なんか入ってるぞ。え、何これ、ピルスナー、お酒かな、リプトンのレモン、これ炭酸水なのかな、とセブンアップ、見たことないジュースがある、レビネとペプシ、これは多分有料チェックな香りがしますね。でもラウンジあるんでそっちで飲みます。ここは何だろう、よいしょ、物入ってなかった。ポットもあるし、氷頼んだらいつでも持ってきてくれると思います。それでは次のお部屋行ってみます。おお、じゃじゃーん、ベッドルームです。広い。やばい、テレビがでかい、テレビがでかすぎる。しかもこちらにはセーフティーボックスあるんですけど、雑誌のようなものがたくさんありますね。これは、リゾート系の雑誌かな。いや、寝る前の読書に皆さんいかがでしょうか。ちゃんとリモコンの横にはサニタイザーのワイプがある。でソファーが、なぜかベッドの隣にソファーがあります。ここからの景色はどんな感じかな。おー、目の前にロレックスがあるビューですね。目の前ロレックスビュー。これは何なんだろう、マンションかな。おー、向こうにもいろんな建物がありますね。何だろう、あれ建設中かな。このソファーの奥にもちょっとしたスペースあるので、ここに座ってね、さっきの雑誌とか読んでもいいと思いますよ。おー、だいぶ広いな。めっめっちゃいいですね。しかもなぜかここにコンセントあるんで、ここで携帯とかも充電できちゃいますね。ここでこうやってこう雑誌を読んでコーヒーとか置いてこの景色を見るっていう、あ、いいなぁ、楽しいですね。ここのホテルなんかタワーがある。ここに、この足元には高級ショップがずらーっと並んでいますが、見るだけならお金はかかんないので見て楽しもうと思います。このキングサイズのベッド、珍しいところが一つありますね。この枕が正方形で薄い形をしているんですね。しかも6個もある。これは3人まで一緒に寝れるっていうことなのか、これは新しい枕のジャンルなのか分かりませんが、ちょっとこれはへーって思いました。新しい、あー、分かります。このさ、こっちファシャファシャなんですけど、こっちは固め。そしてここにはまた消毒用のワイプとペンとノートがあります。ノートは至ってシンプルなかっこいい感じです。
あ、せっかくベッドメイキングしてもらっちゃったのにちょっとぐしゃってしちゃいました。で、水回りを見ていきたいんですが、その前に一つね、挟んで化粧室があるんですよ。化粧水塗ったりとかメイクしたり、まあ、髪の毛整えたりってするような場所があるんです、このお部屋。さすがにここには、あ、ドライヤーがありました。おー、やった、パナソニックのドライヤーがあります。コンセントもすぐここにあるので便利ですね。ではこちらのクローゼットの中も見ていきましょう。うしょ、お、黒くてかっこいい傘と、あ、バスローブもあります。すごい、なんかふわふわなタオル生地のバスローブですね。あ、JW のマークとかは特に入っておらずですが、着心地はすごく良さそうです。で、ラウンドリーの袋。これもマリオット入ってる。と、ソーイングキット。で、これはな、ラウンドリーの値段評価。女性だとドレスが500円。ジーンズが550円とか ?T シャツは300円ぐらい。かける30するのがちょっとマレーシアで難しいですが、まあ、それぐらいのお値段ですることができます。あ、そして、お、あ、これはまさかあれ、シューミットかな、革靴とかをふきふきするものだと思います。で、これが、スリッパ。じゃん、もうめちゃくちゃ分厚い、タオル生地のようなスリッパです。すっごい吸収してくれそう。JW のマークなどは入ってないんですが、これはね、重宝しそうですね。飛行機の機内とかで履きたいな、これ。下にはアイロンがあって、ここは何も入ってないです。ではでは、最後にお待ちかね、水回り行ってみようと思います。オープン!お?じゃーじゃーん!おー、綺麗!洗面所はこのような感じです。めちゃくちゃ綺麗で、ここにアメニティがあるんですが、まあ、アロマテラピー、マリオットが使ってるやつですね。シェーブキットとバニティキット、シャワーキャップ、お、マウスウォッシュ、ボディーローションからのコーム、歯磨き粉、もうフルセットです。で、こちらにソープがありまして、なんかタオルも入るとこいっぱい入れてくれてますね。そしてこちらがシャワールームです。おー、大理石のシャワールーム、めちゃくちゃかっこいい。そしてアメニティもボディウォッシュ、シャンプー、コンディショナー全部揃っています。それでは水圧見ていきましょう。えっ、うわーマジか、水圧めちゃくちゃ強い。なんか手が持っていかれるかと思ったぐらい強かった。いや、もう本当水圧20丸、100点満点やったら300点ぐらい上げたい感じでした。そして反対側はお手洗いです。この透明なガラスのドアめっちゃおしゃれですね。あ、ウォシュレットとかもついてる。そして最後に浴槽です。嬉しい、マレーシアでも浴槽に浸かれるなんて。で、ここにもシャワーがありますね。うわ、え、浴槽壊れるんじゃないってぐらい水圧強いですね。こっちのシャワーもすごく強いです。ここから出すときは普通にここを上げれば出るんですけど、シャワーを出したいときはここをちょっと上げてからこうするとシャワーが出てきます。いや、このお値段で浴槽付きで、もう水回り綺麗で、お化粧ルームもあって、ベッドルームにはなんと枕が6個もある。で、ここのビューもいいし、ソファーもあるし、テレビでかいし、もう最高じゃないでしょうか。で、今回ですね、アーリーチェックインをして、通常だと3時からのチェックインなんですが、12時半ぐらいにチェックインをしました。いや、本当にマリオット最強で、もちろん朝食は無料でついてたんですが、ウェルカムギフトとして、まあ、1000ポイントかビールなどのお飲み物と、まあ、軽食だったんですが、今回は1000ポイントいただくことにしました。なぜかっていうと、ここにはラウンジがあるからということで、ラウンジ行ってきます。ではラウンジに行ってみようと思います。ラウンジは2階にあるので、よいしょ、下に下がりましょう。おお、めっちゃ建設中や。
あ、ここ下にプールありますね。おお、ここも後で行かなきゃ。入ってやってきました。 JW エクスクルーシブラウンジ。見た目がですね、すごいかっこいい、なんかすりガラスみたいなドアですね。なんかちょっとドキドキしますが、行ってみましょう。あ、開いた。はい、ではラウンジやってきました。あの、広すぎてやばい。そして私しかお客さんいないということで、ちょっと撮ってもらおうと思います。こちらが入り口で、あのレセプションの方がいらっしゃるような感じです。で、お部屋番号を聞かれて、チャララ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 ーン、こちらがラウンジになります。めちゃくちゃ広い。空港のラウンジより綺麗で広い。ドリンクが、まあ、ここのソフトドリンク、お水、紅茶、氷、あとコーヒー系ですね。こういったものも、あの無料でいただくことができちゃいます。そしてこちらには、まあ、ちょっとしたシリアルなどが置いているような感じですね。こちらもずっとラウンジですね。広いなこりゃ。こっちもラウンジです。こっちもラウンジ、そしてこっちもラウンジ。広いな。そして奥のお部屋は書斎になっています。で、実は午後2時半から4時半までの2時間の間に、あのアフタヌーンティーがあるので、その時にケーキや軽食が運ばれてくるそうです。で、今あの1時半ぐらいなので、あと1時間ほどあの編集をしようと思います。そしてラウンジに直結しているこちらが明日の朝の朝食会場になるそうです。めちゃくちゃ綺麗。ソフトドリンクいただこうかな。めっちゃピシーって綺麗に入ってる。え、このジンジャーエールにしようかな。あ、エアーソードジンジャーエール、ジンジャーエールがいいな。いや、先ほどの、あの超おしゃれなソファーに座ろうかと思ったんですけども、あの落ち着かなかったので書斎へやってきました。今から1時間ほど編集をしたいと思います。いただきます。ラウンジに乾杯。エバーベスのジンジャーエール、うまいです。うん、頑張ろう。では2時半を過ぎたのでやってきたら、チョコレートケーキとベルベットケーキがありました。ちょっといただいていきます。ではでは、アフタヌーンティーのケーキやってきました。いただきます。大好きなベルベットケーキからいただきます。うまい。このクリームがめちゃくちゃ美味しい。うん。スタッフさんがカプチーノ持ってきてくれました。砂糖の種類どれがいいかわからなかったからって、砂糖全種類持ってきてくれました。なんて優しい。ではいただきます。美味しい。コーヒーは今んとこホットカプチーノが一番好きです。チョコケーキ、中に板チョコのようなチョコが入ってる。すげえ。いただきます。あ、すごい。ここの層が全部ガナッシュです。生チョコになってます。マリオットのプラチナエリートになると、こういったラウンジだったり朝食だったりとかも全てタダで楽しむことができるので、マリオットの会員になるときはあのプラチナエリート頑張って目指してみてください。まあ、久しぶりにお伝えしておこうと思います。あのマリオットのプラチナエリートになる方法だったりとか、ポイントの貯め方、全てトコテコブログにまとめているので、気になる方はぜひ参考にしてください。それではケーキ2周目行ってきます。ではジムを発見しました。こちらですね。なぜかジムの前にいい感じのソファーや椅子がたくさんあります。では行ってみましょう。あ、ここにはリンゴと冷たいタオル、そして乾いたタオル、サニタイザー拭くやつ、そして
ウォーターサーバーがあります。天井がめちゃくちゃ高いですね。ではジムを出ますと目の前はスパになってますね。今5階のスパとフィットネス見たんですが、次6階のスイミングプール、プールバーザ、カバナルームス見ていこうと思います。お、こっちだ。あ、ではプールやってきました。どんな感じなんでしょうか。おお、めっちゃ広いな。泳いでる人いますね。うわ、ここはお部屋になってますね。プールに直行できるお部屋もあるそうです。あ、向こうにはウォーターサーバーなどもありますね。あと子供用のプールもあります。わあ、広いな。プールはここだけですが、広さ的にも十分ですね。うわー、高いな。あ、タオルなどもしっかりあるので安心ですね。いや、こっちには何があるのかな。あ、ここは、あ、さっきのジムの上ですね。下からは見えなかったのに上からは見えるんだ。不思議。ここは何の空間なんだろうか。あ、なんだこれ。螺旋階段がある。ここからジムに行けるのかな。いや、作りが面白いな、ここの JW。 あっちも同じ感じなのかな。やばい、迷子になりそうだ。あれ、迷子だ。では5時半になったのでカクテルタイムが始まりました。あとお食事が増えましたね。こっちから見ていきましょう。なんだこの緑色の物体は、生まれて初めて見た。これはですね、このなんか佃煮みたいなやつを巻いてこんな感じにして食べるそうです。美味しそうか美味しくなさそうかって言われたら、あの、言いにくいんですが、あの、どんな味がするんでしょうか。で、これはホワイトワインかな。あ、サングリアがある。すげえ、サングリアがある。で、この辺りは自分でカクテルを作れるようになってるのかなと思います。で、これがチーズケーキ、カップケーキで、ドライフルーツとコーヒーがあります。で、ここにはチーズとハムコーナー。え、待って待って、お寿司がある、すげえ。で、これはフルーツとピクルス系もたくさんあります。ラッキョウみたいなのがある。で、ここはサラダ。あの、間違っちゃいけないの、これアボカドペーストじゃなくてわさびなんで、あの、間違えて取っちゃわない外国の方がいないことを願います。で、ここがパンコーナー。サフランライス。ああ、サフランライスだ、すげえ。っていうことはカレーですね。ビーフと、おお、すげえ、ポテトのとベジタブルの、あの、カレー。これは野菜とターメリックの炒め物。え、これはコーンとカニとのスープ。すげえ美味しそう。ここにはフルーツジュースがありますね。オレンジ、アップル、ピンクガバ、色めっちゃ可愛い。あと紅茶もたくさんあります。もうカクテルタイムは5時半から7時半までの2時間しかないので、あの、しっかり晩ご飯食べていこうと思います。はい、では本日の晩ご飯を取ってきました。お寿司全種類とカレー、チーズ、サラダ、そしてサングリア。面白いな、サングリア。ではいただきます。マレーシアはまだマスクに厳しめで、もうちょっと外しただけでマスクって言われちゃうので結構しっかり身につけてます。ではいただきます。まずサングリアから。うん、美味しい。
いいですね、すっきりしますね。癖がないのでジュースみたいに飲めちゃいます。うん、おいしい。そういえばカニとコーンのスープ取ってくるの忘れたので取ってきました。すごっ、とろっとろですね。あんかけみたいな感じだ。カニの味がすごい。カニの香りがめちゃくちゃ強いから、本当にこの一口でカニの足一本食べたぐらい味がきます。すごい。これどうやって作ったの。うまい。いや、お寿司いただきます。これ表面にふりかけがいっぱいついてるんですよ。これはちゃんとお寿司です。サーモン、美味しすぎる。かたまち、美味しい。カレー、美味しい。結構ピリ辛だ。もうラウンジのご飯でこれだけのクオリティやったら、明日の朝ごはんとかもとんでもないことになりそうですね。大丈夫かな。ではおかわりしてきました。巻き寿司とフルーツと謎のスイーツとトマトのピクルスとチーズもね、もちもちで美味しかったんで取ってきました。トマト、これは多分オリーブオイルに味がついてますね。トマトのジューシーな感じと味付きのオリーブオイルがめちゃくちゃ美味しい。なんかワイン飲みたくなる。あ、ワインあったわ。なんでチーズこんなもちもちしてるんだ。ココナッツの香りがする。これココナッツ多分。うん、美味しい。これなんで今まで食べなかったんだろうってくらい美味しい。ココナッツのシャキシャキ感があって、この緑色はもう普通のクレープの味なんですね。これ日本でも流行りそう。めっちゃ美味しい。これマレーシアで新たな出会いをしました。面白そうな本が隣にありました。隣がですね、こんな感じに本棚になっておりまして、よいしょ。これストリートアートの本、めちゃくちゃでかくって、こんな感じでもう世界中のストリートアートをまとめた本なんですね。これちょっと面白そうなんで今から読んでみようと思います。今から目の前にあるパビリオンというマレーシア一大きいショッピングモールに行ってみようと思います。またこの次の一本の動画としてまたアップする予定なので、ぜひ皆さんそちらも楽しんでください。では行ってきます。おはようございます。朝になりました。パビリオン前、マリオット前はあんまり朝人いないですね。まだ空いてないのかな。おー、出てる出てる、サンドイッチが画面から出てる。はい、ではローグラウンド階に到着しました。朝食会場はこちらのエスザスターヒルダイニングっていうところで行われます。おー、すごい。なんだこれ、すごいな。グリーンのライトがめちゃめちゃ綺麗。やはり写真撮影スポットとして使われていますね。これは朝食会場はもしやこのスターヒルの中の方にあるのかな。マリオットの中ではないのかもしれない。ここですね、シューク。朝食会場はこんな感じです。では端の方から見ていこうと思います。これはご飯、マレーシアの郷土料理かな。でアメリカンなコーナーとシリアル、ヨーグルトとスムージーオブザデイ、今日のスムージーいちごが入ってるのかな。
ここはインド料理系ですね。あ、これはおかゆだ。マレーシアにもおかゆあるんですね。そしてまだまだウエスタンフード。そしてパンコーナー、原のパンコーナー。マジか、ジャム入れがでかいな。牛丼特盛りサイズぐらいの器に入ってます。焼き菓子系、そしてコーヒーマシンとフルーツジュース。ここは中華料理かな。あ、薄緑色の肉まんがある。よいしょ。わー、なんか巻き寿司みたい。これヌードルスープウィズコンデンツ。もう自分で選んで作る系ですね。これなんだ。あ、ここも卵料理。今オムレツ作ってるみたいですね。オムレツが長方形の形してる。あ、こちらはチーズステーション。ハム、サラダ、おお、黄色い吸い方。これはメロンか。あ、すごい。なんだっけ、ライチ？ライチもある。あ、これタイにもあったやつですね。朝食会場でいただくか、ラウンジの中で朝食をいただくか悩んだんですが、朝食会場よりラウンジの方がまあ落ち着いてるっていうのと、まあ、ゆっくり食べれる、あと時間をそんなに気にしなくていいよって言われたので、あのラウンジで食べることにしました。まあ、いろんな料理を食べたいなっていう方は、あの普通の朝食会場、まあ、落ち着いた場所でゆっくり食べたい方はラウンジで食べればいいなと思いました。はい、ではサラダコーナーからいきます。チーズとハムと、これは何だろう、サラダがあります。これはピクルス系かな。あ、イエローソーセージ、ベイクドポテト、ベジタリアンヌードル、ベイクドポテト、でフルーツジュースと紅茶があります。コーヒーマシンと、お、なんかジャム入れはめっちゃおしゃれ。オレンジとイチゴとピーナッツバター、焼き菓子系もありますね。で、このあたりはシリアルコーナーです。では卵料理を頼みました。今回もオムレツ全種類で作ってもらいます。これは何だろう、ナシレマクイズコンディメンツ。ナシってご飯だよな、確か。なんかそれを、これを選んで作るんかな。では今日の朝ごはんはこのような感じです。いただきます。うん、サラダ超うまい。しかもカマ肉あったんですよ。うん、うまっ。うん、めっちゃとろける。見ての通りラウンジは人がもうほぼいないですね。もうめちゃくちゃくつろげる。うん、リンゴジュースめっちゃ美味しい。で、このパンとかカップケーキ系はちょっとね、お腹が意外といっぱいになって、今無理して食べずにラウンジにゆっくりいながらコーヒーと一緒にいただこうかなと思います。さっき冷蔵庫を見に行ったらヨーグルトがあったので取ってきました。いちごじゃないですよ、これラズベリーのヨーグルトなんです。ドイツのヨーグルトらしい。え、なんか嬉しい。うわー、なんだこの色、ほらだ、だいだい色みたいな色してる。おしゃれな味だ、ラズベリーだ。いちごと違って
あのベリーの酸味がふわっとくるので、それがすごく美味しいですね。なんかヨーグルトじゃないみたい、ね、結局食後にまたちょっと食べて半分ぐらいなくなっちゃいました。ね、あの胃袋の広さって怖いですよね。ではごちそうさまでした。はい、では今回の動画いかがでしたか。 JW マリオットはマリオット系列のカテゴリーの中で一番上のクラスにあるホテルですが、マレーシアならこれだけ安く泊まることができて、しかもねラウンジもあったので、ぜひマレーシアに来た方は泊まってみてください。今回の動画面白かったよ、役に立ったよという方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴本当にありがとうございました。今チェックアウトが終わったので、グラブタクシーに乗って次は W に行ってみようと思います。でグラブなんと180円で行けるんですよ。 W もうめちゃくちゃ近い、あのツインタワーの隣にあるので、ぜひ楽しみにしていてください。それではバイバーイ。